い、こんにちは。今回ご紹介しますのはミニトートのカスタムオーダーです。はい、まずですね、サイズ変更をしてます。まあ、待ち幅を5センチ狭めます。まあ、通常だとまあこれぐらいあるとですね。で、他は5ワードですね、サイズに関して。であと、ギボシ止めストラップ、ここにギボシ、まあ、この真鍮の突起なんですけど、これこのストラップの穴に、入れて止める。で、あとは内ポケット、マチ付きの内ポケットと、あとはこちらマチなし、まあ、2つ付けてます。マチ付きの方は長財布が入るぐらいの大きさですね。はい、あとは内側に、Bカンですね。Bカンを付けます。ギボシ止めストラップつけるとこんな感じですね。ということで、今回は以上です。ありがとうございました。